立候補者一人でも認めてくれるんですね。ところがこの下のですね、まあ、日本の心も、まあ、新党改革までもその前は 2% 超えてたんで一人でも出れたんですが、この下3つ幸福実現党と怒りの声と支持政党なしは全国で10人以上の立候補者を出さないとここに名前が入らないんですよ。入らないというか立候補できないです、党として。で立候補するためには10人ですから、この名簿に乗るには、ね、こっちの名簿、まあ、僕が大阪維新の会のですね、三宅博さん前回応援しました。三宅博さん残念ながら、ね、去年お亡くなりになっちゃいましたけども、ね、大阪維新の会は18人立候補して、まあ、4人しか当選しなかったんですが、ここに名前を載せてもらうだけでですね、1人600万円かかります。600万円の供託金が必要なんですね。でこっちの名前でもいいし、こっちの名前でもいいんです。まあ、C 政党なしの方が分かりやすいかな。ちょっとね、余談で、C 政党なしの方、行く前、余談で、これみんなね、18人が600万円出してるので、これ、大阪維新の会は、18人かける600万円ですから、これ何本になるの ?1 億円ぐらいですかね。600かける18ということは6000万ですね。1億飛び800万円を選管に預けてます。で 4つしか議席取ってないので 1,2,3,4 人は当選で供託金も返ってくるんですが、あと4人この数字のあと4人分が供託返ってきます。片山さん、渡辺さん、石井さんダブル石井さんが当選をして、あと 1,2,3,4 番目まで供託金返ってきます。実は三宅博さんは供託金が返ってきたんです。18人も立候補してますから8番に入るって大変なことで、9番は誰かというと酒井義和さん、この人ね、大阪市議会議長です。大阪市の維新の会の人が総動員して応援したけども500票差で、ね、約500弱で三宅さんの方が上なんですよ。で、どんどんどんこう行きます。これだから9番目以降の人はですね、10人はこの酒井さん以下の10人は供託金全部召し上げられてますからね。これ600万円返ってこないです。600万円だけじゃないですよ。選挙カーの費用やチラシポスターも全部自腹になりますから、どんなに安くても1000万円はこの人たちはお金を使っちゃったんです。でも三宅博さんは8番にギリギリですよ、これ入りましたからね。これは実は三宅博さん、実はで三宅博さんは供託金が返ってきたということであります。ちょっと横道それましたが、供託金の制度はそうなってます。で、支持政党なしは立候補していますが、2人しか実は立候補してません、ここね。で600万円と払っているので、ここだけで1200万円なんですが、じゃあどうして2人しか立候補してないのに、ここに乗れるんですかっていうと、東京を見てみましょう。ね。6人が通る。これは、ごめんなさい。当たっちゃった。これはですね、参議院6人当選するので、候補者が31人います。6人当選するんですが、この上、蓮舫さん、中川さん、まあ、蓮舫さん民主党、自民党、公明党、共産党、そして自民党、民進党と50万票で6人が当選で、7番から下この、ね、田中康夫さんが落選をしてですね、ずっとここから落選です。でこれはあれと違いますから、比例じゃなくて選挙の、普通の中選挙区なので、これ6人当選するということは、総数からちなみにね、入った票数から6で割って、さらに参議院だけ特別ルールで10じゃなくて8で割ります。総数の48分の1以上取ったら供託金返ってくるんですが、話を戻して、この中にですね、31人の中になんとですね、なんとというか、この諸派ってなってますけども、これちゃんと透明本当は入れたらいいんですけど、
どれかな、あ、これですね、ここ政治支持なし党員、ここ一人いますよね。この鮫島さんという方と深江さんという方と大月さんというこの3人は支持政党なしから立候補しているので、これで3人カウントされます。で、大阪は大阪で、ここもですね、支持政党なしの人が、これ佐野さんの、代表の佐野さんの奥さんなんですけど、これそうですね、3万6千も取ってますけど、これ4人なんですね。で、その他にも、どこだったかな、多分神奈川とか千葉とかで出たのかな、支持政党なしの人がここにいますよね、神奈川で。このこっちは300万円なんですけど、300万円のエリアで、出た人と比例のエリアで出た人、まあ、比例で出た人、これが両方足して、10人であれば立候補できるっていうことなんです。10人以上であれば、だから支持政党なしはできるだけお金を安くするために、ここに2人で1200万、 600×2 で1200万で、東京3人、大阪1人、神奈川とか1人出していって、別のところで8人で、300万ということで、1200万円足す2400万ですから、3600万円でこの立候補する権利を勝ち取ったと。勝ち取ったって立候補したと。だから一番安くするには28だったんですけど、これを19にすればいいです。ね、ここを1にすれば、ここを1にして、この本郷さんというのは、まあ、佐野さんの奥さんのお母さんなんですけど、この人をまたどっかの都道府県の候補者にすると、3300万円で、この参議院の届け出名簿政党というかね、まあ、だから NHK から国民を守る党が来年の参議院選挙に出ようとしたら、最低3300万円の供託金と10人の立候補者が必要ということになるということを、まず皆さんにご理解をいただきたいと。で、その 目標とするのがここ 2%。 2% 取るには、これのまあ 2% ですから、いくらだ、110万票がいるんですかね、112万票ぐらいかな、これかける 0.02 ですから、112万票取れば、政党要件を満たすということで、これを目標にします。ただ50人に増やすので、これ自民党の議席が1個確かに増えるんですよね、実際ね。50人増やすと 1.679 ですから、前回の投票でいくと、なんぼだ、それ当たり前だよね、100飛び飛び5000でいけるということで、もうとにかくね、自民党の、ごめんなさいね、あっちこっちほんと、あまりにも話題が飛んでしまうんですが、自民党はね、今回、この48を50にすると。で、ここが自由競争になってるんだけども、上二つを固定にしようと。党が決めた上二人は、票が入らなくても、この二人は、その、もう自動的に当選させるって案を今出してます。もうね、それはなぜかっていうと、鳥取県と島根県で溢れた人をここの 特例名簿に入れるっていうことです。徳島県と高知県で溢れた人。でね、本当に今回のね、制度参議院、自民党が出してる参議院の制度改革って本当国民を舐め切ってます。で、それ舐め切ってるのは、小泉進次郎さんがちょっとそこ批判してますね。小泉さんの息子さん、次男さん。自民党、ね、こんなことしたら国民にね、叱られるぞっていうか、国民舐めすぎちゃダメよと、まあ言ってます。これはそういうことです。自民党が自分たちにとって都合のいい制度改革をして、人を増やして、この、名簿のね、1番2番までは拘束できるとかっていうのわけなんかのことをやってて、もうこんな、なんだろうな、あからさまに露骨に自民党のお家事情っていうかね、だけのルールでやってくるっていうのはね、参議院の選挙の改革を出してくるのはある意味すごいなと思うんですが、ただ NHK から国民を守る党としたらですね、
2% だと112万ですけど、これ50人になると100万票ですから、もうほぼ100万票ですから、まあ、12万、議席一つ取るのは12万票ぐらい減っても大丈夫と。だから、最低1議席という目標が 1.8% ですね。っていうのが次の目標になります。だから 2% が一応目標ですけど、2% 超えるとですね、政党助成金が、まあ、1億500万ぐらい入ってきます。最低でも、毎年。だから来年の参議院選挙に向けて、これ全国の日本人が、有権者が入れることができるんです。ここにだから NHK から国民を守ると入れたいんです。でもう日本の心なくなりましたし、新党改革もなくなりました。怒りの声もまずないでしょうから、で、新政党なしは一緒にやりませんかと今言ってます。とするとですね、これがまあ民進党がなくなって今国民民主とか立憲民主とかなってるんで、まああれなんですけど、まあ10個ぐらいしかどうしても出てこないですね。ここに NHK から国民を守る党が入るって感じになります。次の選挙では、来年の参議院選挙ではね、まあ N 国党なんて言われてますけども、だこれが100万票とか112万票、まあ 2% 取れば一気にお金も入ってくるだけじゃなくて、 2% を超えるとですね、プラス国会議員5人よそから入ってきてくれればね、一気に NHK のニュース番組や討論番組に出演することになるということです。ちょっと復元しておきますけどね。こんな感じです。ちょっと僕自身が今説明をちゃんとできたかっていうのはまあ難しいんですけど、制度改革と今の制度を一緒に、来年の選挙と一緒に、3つ一緒にぐちゃぐちゃに混ぜて説明したんで、まあ分かる人には分かると思います。これ分からない人は何も聞いても分からないと思います。とにかく来年の参議院選挙で 2% を超えたいんですよ。そのためには全国各地の市議会議員選挙で、多くの人が立候補してくれるととってもありがたい、ということなんです。要は全然まだまだ知らない人がいっぱいいるんですよ、うちの党のことを。でちょっとでもね、まあ、松戸で今もビラ配ってますけども、今日もね、配ってきましたけども、やっぱり NHK から国民を守るとなんてあるんだっていうのは、こうやって市長選挙とか市議会議員選挙に出ると、多くの人が知ってくれるので、来年は、このね、NHK から国民を守ると、あるいは NHK っていう略称も総務省には OK もらってます。投票用紙に NHK と書いてもらえる人が、国民の、大体まあ100人に1人。選挙に行く人の50人に1人書いてくれれば、国会でね、NHK から国民を守る党の議員が NHK の問題、NHK に質問ができるということ、お金も入ってくるので、チラシとかをもっとね、大々的に配れたり、YouTube の広告放送なんかもできたりするのでね、NHK をぶっ壊していくっていうのは、こういう今、順番で考えてます。まず市議会議員選挙で、議席を増やしていく。で、選挙に出るには、来年の参議院選挙に出るには、最低3300万円の軍資金が必要になります。供託金が必要になります。ですから、横山みどり君も頑張って立川で出てくれますけども、そういう人たちが市議会議員になって、例えば市議会議員が33人当選すれば、1人100万円借りてですね、党に100万円のお金を貸してもらって、選挙に出る。でそれで 2% を通れば、それで一気にね、政治家、国会議員も誕生して、お金もたくさん入ってきて、でそれをそのお金を使って NHK をぶっ壊す、 NHK の被害者をお守りする力がまた増えると、こういう順番です。市議会でまず勝って、その次に参議院選挙で勝って、でその後市長選とか、またさらなる市議会、地方議会で勝って、そして衆議院選挙というようなこともやっていくということで、皆さんこれご理解いただけましたでしょうかね。とにかく参議院だけはこの100万票
取ればいいと、一番いいのは112万票ですけど、100万票ほど取れば当選するんだっていうこと。で、これは、言い方はこういう言い方するんですけど、たった 1.9% で自由党が当選してるわけですね。で、これ、この間の、落選したと言われている野田氏が、これが 1.33% なんです。でも、立候補してる人が36人もいますから、これ12ですからね、1.3% 取ってるってすごくて、で、春日部も 2% 取ってます。で、立候補者が同じ10人ぐらいの練馬区の選挙では、ここは、4.5% ぐらい取ってるんですね。もう2倍以上取ってるんですよ。西宮もですね、それぐらい取ってます。だから、このまま普通に行けばね、来年の4月、7月に 2% 取れる。まあ、大変、これ言うとね、他党の悪口みたいになっちゃうんですけど、支持政党なしで64万票、怒りの声で40万票取ってます。この2つがね。さすがに、うちの党は支持政党なし、まあ、佐野さんのところディスって申し訳ないけども、佐野さんのところよりもやっぱり知名度あるでしょう。だこの、佐野さんのところで 1.2% 取ってますから、支持政党なしって政党名よりも NHK から国民を守る党の方が、インパクト強いと思うんですよね。でもちろんこれね、政見放送もできます。なんと17分間もあります。僕が東京都知事選挙に立候補した時は5分30秒しかないんですが、なかったんですが、そのなんと3倍。NHK をぶっ壊すが、さらにあと3倍。2倍、3倍、3倍できるんですよ。3倍、政見放送できます。それを YouTube でアップロードもできますから、参議院選挙来年の7月に向けて、僕は参議院選挙に向けて頑張ってるんだっていうね、もう来年7月って言うと、もうあと1年1ヶ月しかないんですよ。こういうね、次なる大きな目標に向かって、NHK をぶっ壊す。NHK をぶっ壊すのは、ちゃんと国会議員に NHK から国民を守る党の議員が進出をして、で、国会で放送法を変える、もしくはスクランブルを導入して、NHK をぶっ壊すっていう、そういう計画であります。ということで、参議院選挙の分析をさせていただくと同時に、NHK から国民を守る党がどうして来年の7月の参議院選挙に向けて頑張ろうとしているのか、そのために、梅コースですね、お金を1円も使わずに、市議会議員選挙に立候補していただける方を募集しているのかについての説明がこれで分かっていただけるのかなと思っております。長くなりましたが以上です。 NHK をぶっ壊す、 NHK をぶっ壊す、 NHK をぶっ壊す。